はい、アジクロサロン高岡です。ゴールデンウィークが終わりました。で、高岡は7日間ゴールデンウィークいただいておりました。オンラインショップの、ね、発送とかでご迷惑をおかけした方は申し訳ございませんでした。で、ですね、ゴールデンウィーク中何やってたかというと、特に何もやっていないなんか出ることもなく、まあ、一回釣り行ったんですけれども、友達とかとなんか釣り行きたいって言ってたことをなんかグワッて一緒くたにして釣りに出かけたんですけれども、前日にね雨が降りましてね、もともと釣りとバーベキューを一緒にやるつもりだったんです。釣った魚をそのままその場で揚げて食べようみたいな感じだったんですけれども、まあもう前日全然その前からかな、なんか風速が7メートル8メートルぐらいあるっていう予報が出てたので、ここはバーベキュー無理だろうってなって、まあ、早々にバーベキューやめて、じゃあとりあえず釣りだけって言って、私が、ね、の同級生の子で、お子さんが3人いる子がいて、その子も連れて行ったので、まあ、子供に魚釣らせてあげれば、まあいいかなっていう感じだったんですけれども、結果子供と大人合わせで7人おったんですけれども、みんな坊主というかね、もう釣りをした時間がほんの少ししかなくて、釣りはもうねちょっとこう結構久しぶりだったんです、釣り行くのも。なのでここの穴場だったんだよなっていうところがね、駐車禁止になってたりとかね、入れなかったりとかねして結構なんかグダグダ迷った挙句、お昼前に始めたんですけれども、雨が降りそうだということでね、一旦じゃあお昼を挟もうかとしたら、お昼ご飯屋さんがね2時ぐらいだったのに、すごい激混みでどこ探してもねなくてですね、で、まあ、2時とかだと閉まるところもあるんでね、で結構探してまた時間かかって雨降ってきて、でお昼ご飯食べたあたりでちょっと晴れてきてね、で7歳の子がいたんですけども、7歳の子がねまた釣りやりたいって言ってくれたもんで、お昼後もやったんですけど、結局なんかまたちょっと雲行きが怪しくなってきて、まあ帰ろっかって感じになりましてね、結局坊主でした。はい。でそっからはそれがね本当もうゴールデンウィーク唯一 の, お出かけの日だったので、まああとはねもう姉がうちの家にね遊びに来たりとか、まあなんか友達に久しぶりにちょっと会ったりとかしたぐらいで、あとはね何もしてないですね。でゴールデンウィーク中だけなんかピアノブームが来まして、スピッツのチェリーをね練習してました。はい。でね、まあ弾けるようになったのでね、もう満足してピアノブームは去りました。ピアノ全然弾けないんでね、すごいゆっくりなところからね、この右手だけ覚えて左手だけ覚えて、なんかどっちも聴いてるようで聴かないようにして両方弾けるようにみたいな、なんかそういう感じでやってました。はい。難しいですね。でまあある程度ねこうチェリーそんな難しくないので簡単な感じで弾けるようになったので満足してブームは去りました。あとはね特に何もしてないです。とりあえずなんかな何もしてないのになぜかね高岡痩せましてね、なんでだろうな、最近食べてるチョコレート、ミルクチョコから多分 88% のチョコにしたからですかね、ちょっとカリドショコラっていうやつの前にも紹介した植物油脂使ってないよってご紹介したカリドショコラっていうやつチョコレートがあるんですけど、森永かな出てるんですけど、でそれのオレンジ色がミルクチョコレートで、ね、結構甘いんですけどめちゃめちゃ美味しいんですよ。でそれをハマで食べれたんですけど、ある時ねこれそれの同じシリーズの 88% カカオ、カカオ 88% のやつを買ってみたらめちゃめちゃ美味しくて、なんか味噌みたいじゃないですか普通のやつって、だけど普通に美味しくて 88% でも、でそれに変えたからなのかなんか痩せましてね、はい、っていうご報告です。あとねなんかね私の大好きな三浦大知くんがちょっとダンスの解説動画を出してって、それのちょっとダンスをコピーしてみたりとかでね、ツイッターでハッシュタグをつけて投稿すれば大知くんがちょっとそのリツイートをしてくれるっていうところでね、ちょっとね今まで十何年間ね鍵垢だったんですけど、ツイッターをもうリツイート欲しさに鍵を外して投稿するっていうこともねやってみたりとかね、今リツイート待ちです。はいそんな感じでゴールデンウィークが終わりましたので、5月1日にね投稿したんですけれども、エマルジョンリムーバーのセール今月パトカーでした、今月やってますので、はい、とてもお得になってますのでぜひご利用くださいということで、ゴールデンウィークこんな感じでしたっていうご報告でした。はい、ありがとうございました。